競争マンは朝鮮民主主義人民共和国の政治家、実業家、最高人民会議大議員、在日本朝鮮人総連合会議長、国交の存在しない日本における事実上の北朝鮮大使とされている。日本統治時代の朝鮮継承南道片城軍で生まれる。来日後、特別永住資格を与えられ永住。1955年。 朝鮮総連の結成に関わり、神奈川県本部委員長を務め、1959年に東京都本部委員長に就任。その後、中央本部国際局部長を経て1986年9月に中央委員会副議長となった。同時期に、長銀信用組合に勤務し、人事権を掌握していた。1993年7月に、 中央委員会責任副議長に昇格、実務を一手に担う。2003年8月の北朝鮮最高人民会議、第11期大議員選挙で当選し、2009年3月の第12期大議員選挙でも再選した。2012年5月19日、2月に死去した、女一万術大二大朝鮮総連議長の公認として、第三大朝鮮総連議長に選出された。 2014年3月、最高人民会議第13期大議員選挙で再選され、5月には朝鮮総連議長に再任された。2015年3月26日、経済制裁により金融対象となっている北朝鮮産松竹を不正輸入し逮捕された貿易会社社長の関連先として、南昌介副議長と共に自宅が家宅捜索された。 4月9日に北朝鮮で最高人民会議が開催されるが出席を見送り朝鮮総連からは南が出席した2019年3月の最高人民会議第14期大議員選挙において極道選挙区から再選された2020年2月14日付の労働新聞で国旗勲章1級と労力英雄称号を3代の指導者に 絶対的な忠誠心を持って主体革命医業と総連愛国医業の遂行に大きく寄与したとして授与したと発表。ありがとうございます。